今サンフランシスコ日本町の J-POP サミットに来ています。今年は10万人以上の人々で賑わっています。はい、藤村です。今 J-POP サミットに来てます。今回はジャパンクールというブースの方をインタビューさせていただいてます。はい、藤村です。中原さん、こんにちは。よろしくお願いします。ジャパンクールっていうブランドを持ってまして、でこれはジャパンに来るっていう意味で、世界の人たちに日本を知ってもらいたいという意味で、いろんな日本のですね温泉だったり、ショッピングだったり、観光地だったりっていうのを、アメリカの人たちに西海岸の人に PR をする目的できました。じゃあもしかしたら少しトラベルエージェンシーみたいなイメージがあるんですけれども、それともちょっと違うんでしょうか。そうですね、旅行会社さんの動きはしてないんですけど、ただ旅行会社さんのアシストになるような、日本のコンテンツを配信という形にはなりますよね。あ、そうですか。本当に日本の昔の文化とか最近のさっきの河合さんの文化とか、いろいろありますよね。ありますね。カルチャーもそうですし、ああいうね着物、侍ジャパンみたいなものもありますしね。たくさんあると思いますね。はい、日本のことを知ってもらいたい一番のものっていうのは何か特別にありますでしょうか。日本のもの、本当に日本大好きな人って世界中にたくさんいらっしゃって、これも J-POP サミットで本当にこう日本人としては嬉しいんですけど、そうですよね。やっぱり何ですかね、僕もこういう仕事を始めて、世界にいろいろ出ることになって、日本ってすごい国だなって改めて思うんですけど、何がすごいのって言うとやっぱりこう人なんじゃないかなって思っていて、で実際ジャパンクルっていうメディアというかブランドでですね、日本の人っていうのをシーンでいろいろ撮ってですね取材して、発信してるっていう。で日本に本当に来てもらいたい、リアルジャパンを、体験してもらいたいっていうことを目的にしてます、ね。面白いですね、ジャパン来るっていうか、なんか来るジャパン来いみたいな、来るみたいな来るっていう意味ですね。はい、情報なんです。はい、じゃあフェイスブックはジャパン来る、全部ジャパン来るで検索すると、もういっぱい出てくると思いますね。はい、わかりました。ぜひ検索してください。よろしくお願いします。